皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今週の BMSG スケジュールをお届けします。トピックスは3つです。1つ目が先週1週間の最新情報を振り返り、2つ目が BMSG スケジュール、3つ目が BMSG アーティスト出演予定ライブの情報まとめです。この動画は b ファーストとマーゼル以外の BMSG アーティストのスケジュールやライブ出演情報のまとめです。 b ー,ーストやマーゼルのスケジュールも随時配信中ですので概要欄にリンクを貼っておきます。では、まず一つ目。先週一週間の BMSG の最新情報を振り返りです。一行目。先日、目覚ましテレビにて BMSG フェスの裏側が放送されていましたけれども、そちらが未公開シーンも含めて YouTube で公開されておりますので概要欄にリンクを貼っておきます。 そして先週、イノフェスでスカイハイさんと3代目 J ソウルブラザーズのオミさんの対談が行われましたけれども、その様子が実は JWave のイノベーションワールドの中でダイジェスト版としてオンエアされております。10月13日の放送分ですので、タイムフリー視聴でお聴きいただく方はお早めにお聴きください。合わせまして、 JWave ニュースの記事でも、このスカイハイさんとオミさんの対談の様子がテキストレポートされています。こちらの対談の件については、モデルプレスさんから記事が出たことによって、スカイハイさんがご自身の思いを X で詳細に語られたという経緯もありますので、スカイハイさんとオミさん自身の言葉を聞いていただくのが一番かなと思いましてご紹介させていただきました。 ただ、先ほども申し上げました通り、10月13日に放送されたものになりますので、お早めにお聞きになってみてください。はい。そして、スカイハイさんとアイルザ・ショータさんなんですけれども、11月8日発売予定、愛の遺伝子ブルーエイジ単行本の第7巻にて、山田きゅうり先生とスカイハイさんとアイルザ・ショータさんの対談が収録されるということです。 山田きゅうり先生、書き下ろしのイラストも公開されていましたね。こちらもとても楽しみです。はい。そして、ノベルコアくんです。ノベルコアくん、今週月曜日10月16日にメジャーデビュー3周年を迎えました。おめでとうございます。3周年を迎えたノベルコアくんの思いが語られていましたので、そちらのポストを概要欄にリンクを貼っておきます。そして、昨日、ワッツザ・ロックツアーがオーラスを迎えて、 すべての公演が終了しましたけれども、3つともものすごい盛り上がりだったみたいですね。先週は名古屋公演についてご紹介しましたので、今日は大阪、東京の様子を概要欄にリンクを貼っておきますけれども、大阪公演ではビッキブランカさんと一緒にオーバーザムーンを歌ったというのを聞いた時には、もう想像するだけで感動しちゃいました。コア君にとって本当に大切な楽曲であるオーバーザムーンを 制作されたビッケブランカさんと一緒に歌ったというのはコア君にとっても本当に忘れられない思い出になったんではないかと思います。そして昨日のヤマさんとのステージもすごかったみたいですね。私も文章や写真などでしか様子は見ていませんけれども、それを見ているだけで会場の熱気がものすごく伝わってきました。 コアくんはいつも熱が冷めないうちに自分の言葉でライブレポートをしてくれるので、どんなライブだったかというのが、本当に会場の熱量とともに伝わってきますよね。はい。そしてそんなノベルコアくんですが、10月18日、JWAVE にてグランドマーキー。こちらの17時10分頃ノベルコアくんが登場しております。東京のある場面をイメージした選曲ということで、こちらコアくんもすごくおすすめしてくれていましたね。 私もまだ聞けてないので、これが終わったら聞こうと思っています。はい。そして、いよいよオンラジ、同じノベルコアの独創フライデー。こちらの番組のスタートも近づいてきましたけれども、各コーナーのメール募集がスタートしております。ドクフラさんの公式 X でいろいろと募集がされていますので、詳しくは概要欄のリンクからご確認なさってみてください。こちらのラジオもとっても楽しみですし、 前回の番組と共とに YouTube でもパニックプレッシャー1分チャレンジというものが毎回公開されていましたけれどもそちらの企画も引き続き開催されていくみたいですねあの企画もすごく楽しかったですよねはいそしてアイルザショウタさんですアイルザショウタさん先週はイノフェスで大活躍でしたけれどもその様子やセットリストなどを公開してくれています写真を見て驚いたんですけど髪の毛黒くなってるんですね BMSG フェスの時には髪の毛も金髪で顔にもキラキラとしたストーンのようなもんたくさんつけていましたし衣装も真っ白ということでものすごく異世界の美しさを放っていたという感じがしましたけれども今回のイノフェスの写真を見ていると髪の毛が黒くなっていてそれもまたすごく素敵だなと思いました はい。そして、エディーボーイです。エディーボーイは先週、フリーダムベイ2023千葉に出演しましたけれども、そちらの感想を語るエディーボーイの様子が YouTube の WWS チャンネルで公開されています。エディーボーイもイメチェンしていましたね。髪の毛がバイオレットというか、そういった感じの色になっていて、めちゃくちゃかっこよかったです。はい。先週の BMSG 情報は以上です。 続きまして、今週の BMSG スケジュールです。本日10月19日は特にスケジュールはありません。10月20日金曜日、QJWeb さんの X や Instagram にて現在、レイコサイン入りチェキのプレゼント企画が開催されておりますけれども、こちらが明日で応募締め切りとなります。そして25時30分からは JWeb にてノベルコア君のターニングバック。 先週に引き続きゲストはチャンミナさんということです。先週ものすごくいいお話がたくさん聞けましたし、コアくんとチャンミナさんのルーツの共通点など、いろいろな発見もありましたので、今週のお話もとっても楽しみです。10月21日土曜日、ノベルコアくんがライブに出演します。ドクターマーチンズメイドストロング東京、 こちらのライブにノベルコアくんが出演します。このライブの様子は YouTube でも配信予定ということです。このライブについては後ほどもう少し詳しくお話しいたします。そして23時からは JWave にてスカイハイさんのダイブトゥ o the New です。10月22日日曜日、23時59分でチケット締め切りとなりますのがノベルコアくんが出演する ジュース、サポートィットバイ、ローリングストンジャパン。こちらの E プラスプレオーダー分が終了となります。そして先週開催されました、イノベーションワールドフェスタ2023。こちらの有料のアーカイブ配信が23時59分で終了となります。BMSG からは、スカイハイさんとオミさんのトークセッション。それから2日目には、アイルズ・ショータさんがライブパフォーマンスを行ったり、トークイベントに出演したりと大活躍でした。 3日目にはマーゼルがライブパフォーマンスを披露しております。そちらの様子がご覧いただける配信がこの10月22日日曜日の23時59分で終了となります。有料配信で料金は1980円です。24時からは FM802 でスカイ h イさんのダイブトゥ o t ー e ー,ールドです。10月23日の予定は今のところありません。10月24日火曜日、 21時からブロック FM にて、アイルザショータプレゼンツ愛のステーションが放送されます。23時30分からは M ンにて、M ンスペシャルレイコノーモアがリピート放送されます。先日の放送私も見ました。レイちゃんの特集が30分組まれているということ自体に、まずはすごく感動してしまったんですけれども、 ここ最近のいろいろな記事や、それから先週のミュージックライン、そしてこの番組などによって、れいちゃんがここまで歩んできた歩みや、そして新曲バタフライの制作の裏側なども知ることができて、とても興味深かったです。10月25日水曜日、この日はなんとアイルザショウタさんがフューチャリングで参加している楽曲が2曲リリースされます。1つ目が、 サムイズオーム、愛じゃないから、フィート、アイルザ・ショータ。こちらがリリースされます。二つ目が、竹内優衣とフィート、ビルシャナ、アイルザ・ショータ、0センチ。こちらの二つの楽曲が10月25日にリリースされます。スカイハイさんも、アイルザ・ショータさんのことを、客0円モテという風に話していらっしゃいましたけれども、本当にそうですよね。 スケジュールを出すたびに、アイルザ・ショウタさんの新曲に関する情報というのが出てきている気がして、本当に、アイルザ・ショウタ名義の楽曲のリリースの頻度の高さももちろんですけれども、それに加えて、こうやって客演参加している楽曲というのもものすごくたくさんありますし、一つ一つの楽曲が、本当に見事にそのコラボレーションするアーティストの方と融合していて、それぞれの空気感がまた違って、 すごく素敵な楽曲になっているので、この2曲についてもまた新たなアイルザ・ショータの世界が開かれるのかなと、とても楽しみにしています。はい。そしてリリースに伴いまして、竹内ゆいとさんと、ビルシャナさんと、アイルザ・ショータさん3人が、この10月25日に TikTok ライブを開催するということです。まだ時間など詳細は発表されておりません。 そして本日からいよいよダンク第2章の放送が始まりましたけれども、今回もやはり TVer で配信されておりますので私も一安心しました。番組自体は日本テレビの関東ローカルとなっておりますけれども、放送終了後から1週間 TVer で見逃し配信があります。ダンク第2章の第1話については10月25日水曜日の24時58分まで TVer にて配信中です。 そして24時59分からは日本テレビにてダング第2章の第2話が放送されます。今後、エイティーズさんとビーファーストのトークも聞けるようですし、エンティームさんとマーゼルというのもすごく楽しみだなと思いました。はい、今週のスケジュールは以上です。最後に BMSG アーティスト出演予定ライブの情報をまとめです。 今週は新しい情報が一つです。先ほどご案内しましたが、10月21日土曜日に、ドクターマーチンズメイドストロング東京というイベントにライブアクトとして出演します。 場所は原宿のバンクギャラリーというところなんですけれども、こちらチケットについては無料なんですが、すでに満席となっているようです。ただ、LINE で申し込みするんですけれども、キャンセルがあった場合には、そのキャンセル分が再度受付されるということなので、もしかしたらちょこちょこご覧いただくと空席ができている場合もあるかもしれません。 現地に行けなかった場合にもこちらまだ詳細は発表されておりませんが YouTube でも配信があるということなので私もそちらを楽しみにしたいなと思っておりますはい、それ以外のイベントについては今週もチケットの情報などを更新しております2ページ目も同じく新しく発表になったイベントはありませんのでチケット情報を更新しておりますはい、以上です BMSG フェス前後は本当に怒涛のスケジュールが続いていましたけれども今週はスケジュールを見る限りは少し中休みといった状況になっているのかなと思っておりますただ表に出てきていないだけでいろんなことがまた水面下で進んでいる時期なんだろうなと思うとそれもまたワクワクしますね今週はマーゼルのカーニバルがリリースされましたのでそれを中心に また BMSG のいろんなコンテンツを楽しんでいきたいなと思っております。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。